はー、皆さんこんにちは、あやかです。今日はね、何の動画にしようかっていうと、最近ね、この動画を見てくれてる人って ECE について知りたいなって思ってる人が多いんちゃうかなって思います。なんで今回の動画はちょっとね、 ECE に興味ある人向けの動画っていうかそんな感じになりますので、よろしくお願いします。もう適当、私ね、いつもねカメラ回してバーって急に喋り出して、アドリブでね喋ってるから、もう話がねまとまらないんですよね。はい、ということでね、私がね当時2年前ぐらいですよね、日本にいた時、もうカナダに行く前ですよね、いろいろ調べるわけですよね、 ECE についてとか。でも全くね当時ね情報がなくてですね、不安なまま、もう右も左もわからんままって感じやったんで、まあちょっとでもね、多分みんな不安でね質問とかもくださると思うので、ちょっとだけでも雰囲気がね、学校での雰囲気が分かればいいなって思って動画を作りたいと思います。はい、ね、私ねほとんどね実はオンライン授業やったんであれなんですけど、でもありがたいことに1ヶ月ちょっとぐらい、最初の方はねコロナなってなかったから、カレッジにも行ってたから雰囲気はね分かるんですけど、私がね来る前に、入学前か、不安やったことはやっぱりみんなと一緒で、日本人おるかなっていうとこですよね。やっぱさ、他の国の人も仲良くなるけど、日本人おっただけで、なんていうの、安心度が違うのすごいわかる、すごいわかる。私もね不安やった、日本人おるかな、同じクラスおるかなみたいな不安でした。でオリエンテーション行ったら1人2人おって、でオリエンテーションはね、なぜか知らんけど、オリエンテーションというかね、入学前ですね、入学前に1回集まるみたいな時があるんですけど、それはね、スプロット賞全体ですね。なんで ECE の学科の人もおれば、ビジネス学科の人もおればみたいな感じなんで、みんなが ECE コースかって言われたら違うんですよね。なんかそれもわからんままっていうか、そういうお知らせなくて、ただ来てくださいみたいな感じで行ったんで、ほんまに適当だね、カナダって。で行って蓋を開けたら、あ、全部の学科っていうかコースの人がおるんやみたいな感じやったんで、で、あ、2人おるやんって思ったけど、1人はビジネス学科で、1人が前、だいぶ前の動画でもね出て、ちょっと登場してもらったね、あのお友達が、クラスメイトとなるわけですよね。ほんまにね、その子と一緒にも住んでるし、一緒にケローナにも来たりとかして、すごい仲いいんですけど、今でもね、今でもちょっとおかしいけど、ずっと仲いいですけど、あの助け合ってねやってきましたけども、まあそうですね、日本人いるといいですよね。そこは何とも私は言えないですけど、仮にね、いなかったとしても絶対同じコース受けるところにはいるんちゃうかなって思いますね。で今、特に今から来る人はもうオンライン、これからねコロナがまたひどくなったらあれかもしれないですけど、今のとこは、カレッジで、教室でねフェイス2フェイスでやってるから、みんなとね仲良くな、もっと仲良くなれるチャンスかなって思います。私オンライン授業でもね普通に仲良くなったし、友達と個人的に連絡取って会ったりとかして、勉強とかね、わからんとことか教え合ったりとかやったりしてたから、あとグループ課題とかがあるから、なんかねグループで発表とかあるんですよ。それでまあ他の国の子とかと組むから、そういうところで仲良くなるんで絶対に大丈夫ですね。なんで友達関係はほんまに心配せんでも大丈夫です。スプロット賞の ECE はなんかね、みんな助け合っていこうみたいな、みんなで何とかして卒業しようみたいな雰囲気が先輩の代からも流れてたし、私の、なんていうの、後から入ってきた子たちのクラスもそういう雰囲気で流れてたから、もうずっと
そういう雰囲気で流れてると思うんで、絶対に大丈夫やと思います。あとね、これ知らんかったんやけど、オリエンテーションがね、最初の週にあるんですよね。オリエンテーションやからさ、なんか科目落ちることないって思ってたんですけど、後から聞いたら、なんかね、オリエンテーションで落とされた人が過去におったらしくって、先輩から聞いたんですけど、なんでオリエンテーションで受ける方、受けるっていうか、これから入る方、オリエンテーションも引き締めて、やった方がいいです。私はそんなん終わってから聞いたから、オリエンテーションってなんか学んでもないっていうか、授業じゃないのに落とされるってなんなんみたいな。オリエンテーションもちろん落ちたらもう一回オリエンテーションしなあかんので、ちょっと気をつけてください。これめっちゃなんかマイナーなあれなんですけど、まあこの動画ちょっとマイナーな情報みたいになってくるんですけどね。はい、あとは気をつけた方がいいことは、ブックリファウンドっていうのがあるんですけど、これもね、結構問題になったりとかしてて、そういうシステムをね、学校から最初言われないんですよね。私もクラスメートの韓国人とかに、そういうのがあるから言った方がいいよみたいな感じで教えてもらって、わざわざその子が優しくてね、私が新入りっていうの分かってるから、知らんやろうと思って声をわざわざね、かけてくれたんですよ。でね、教科書をね、見せますけどね、こういうのがあるんですよね。で、こんなね、分厚いのをね、1ヶ月、2ヶ月で、2ヶ月ないな、マックス1ヶ月のコースがあるんですけど、だいたい2週間で終わらすんですけどね、こんだけ分厚いのをやるんですよ。テストももちろんある。こんぐらい大変ってことです。でも私でもやってるから大丈夫。で、このね、本をね、返金されるんですよね。そのためには、ちゃんと、本持ってますよとか、本買いますとか、あ、持ってなかったら本買わなあかんし、あのユーズド中古、先輩から引き継いでもらってみたいな、買ってみたいなやつもできるんで、そしたら得なんですよね。最後半額で買ったやつが全額で返ってくるみたいな感じ。半額っていうのは、先輩から例えば半額でこういうのね、買い取るとするじゃないですか、最初にね。で、そしたら、学校から卒業した時にブックリファウンドが返ってくるんですよね、全額。でもその時に毎コース、私はユーズドのブックを持ってますっていうのを申請しなきゃいけないんですよね。そうしないと返金されないから、なんかもしスポット賞入学して最初のコース受ける時で、もしユーズドブックとかね持ってたら、自分から報告を受付の方にやってくださいね。で、もちろんユーズドブックを買った方が自分が得をするので、安く買った方がね、正規の値段で買うよりかはもちろん得するので、ユーズドブックでもいいよっていう人はユーズドブックを先輩とか周りから聞いて、自分から買うようにしてください。なんかそういう分ですよね、自分からこう何でも聞いていかないと情報が得られないから、大変ですよね。でね、あとはね、絵本とかね、めっちゃ読んだらいいと思います。もちろんサークルタイムって言ってね、アクティビティの時間ですよね。自分が先生っていうか、まあ先生なんですけど、先生で子供たちの前で実際ね、25人とかの中で一人で本を読み聞かせたりとかするとかあるんですけど、そういう練習とかもしたらいいと思います。発音とかね、もちろん発音ちゃんとしない子供とかも分かってくれへんから、3-5とか特にね、インファントってあれかもしれないですけど、で、英語の勉強法の中にも私は絵本とかがあって、これは ECE だけに限らず、私ほんまに英語ゼロなんで、私が喋るのは英語ゼロの人の基準で捉えてもらったらいいと思うんですか。私の大好きなピート・ザ・キャットっていうね、I want my five shoes っていうね、
構本があるわけですよね。これは子供に大人気やからちょっとおすすめです。これから ECE やって本選びするときね、これは本当にみんな知ってるしみんな大好きやし、歌がね途中であるからリズムに乗って踊りながらみたいな感じで子供のアテンドも取れるから、すごい絵本外れたらね子供も興味なくなってサークルタイムがねうまく進まれへんみたいな、最悪の事態にね陥ることがあるんで、本選びとかどうやって子供をアテンド取るかっていうのもね大事になってきますよね。またね慣れない英語をさ子供に向けて喋るときにねこうやってこういう風にこういう目線で読まなきゃいけないんですよ。いつもはさこうやってさ見やすく読むんですけど、だから余計に難しいよね。こんな感じで読んでいくわけですよね。だからこういうのでも私入学前にね前違う動画で、子供用の3 to 5ぐらいのレベルの、絵本を文法を区切ってやってましたみたいなの言ってたんですけど、まあこういう本をですねまさに、文法的に見ていくわけですよね。 Pete the cat was walking down the street in his brand new white shoes. Pete loved his white shoes so much. He sang this song っていうね1ページ目あるんですよね。これ全部過去形でやってるんですよね。私はほんまにアホやから過去形で統一できないんですよね例えば最後のさ He sang his song みたいな、 He sing this song って言いがちみたいなこういうのをさ文法でちゃんと分かってないとさ抜けるやん私だけ？私アホやからさ、そういうことなんですよね。あとやっぱ文法が分かってたらどこで区切ればいいかっていうやつですね。 Pete the catPete the cat、 まあまあ言うじゃないですか。だからどこで日本人でさこうやりがち聞きにくいっていうのは Pete the cat was walking down the street、 ここまで言い切るみたいな、 Walking down the street in his brand new white shoes やったらちょっと聞き取りにくいじゃないですか。でネイティブの人のも子供ももちろん聞き取りにくいから、これね、どこで区切り、息継ぎのとこですよね。息継ぎの場所って大体決まってるんですよ。大体 V までは絶対言うみたいな感じですね。なんでここやったらもうストリートまで言っちゃうみたいな、途中で息継ぎせえへんみたいな。 Pete the cat was walking down the street in his brand new shoes みたいな、 white shoes なんですけど、ブランドニューホワイトシューズみたいなんでまた次言うみたいな感じですね。あとね普通に読むよりやっぱ子供のアテンドを取るように Pete loved his white shoes so much みたいな、こうちょっと感情を込める練習みたいなとかをやればいいと思いますね。こういうのはさ日本にいてもできるじゃないですか。だから日本にいる時からこういうのをやってればめっちゃ強いなって思いますね。私はもう英語の本とかもう全然わからんかったし、読み慣れてないから絵本をね、こう教科書をバーってさ読むのはさもう日々やってるから慣れてくるけど、またちょっとなんか違うんですよね。こう言葉に出して言うのとあと子供が聞きやすく喋るのとっていうのは違うから、これはねやっぱ日本にいる時からぜひやってもらいたい。こういう文法とか子供のね絵本結構難しいよ。なんか擬音とか聞いたことないし、もちろん英語できる人はね簡単やと思うんですけどそんな感じでね、日本にいるうちに皆さんできることからやってみてはいかがでしょうかね。はい、今回の動画はもうスプロットショーの ECE にだけに絞った動画になっちゃいましたけども、またね他の動画でもまた違ういろんなことをシェアできたらなって思いますので、また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。